お邪魔いたします。これで、じゃあこちらで、这都不能用。これで不能用。现在不能用。不知道，它因为它都是胶卷的那种。じゃあこちらで中国の様子であったり。でみんなから珍しがられてね、それでさ、カメラ撮ってよ俺のって言って、もうみんなからあれね頼まれたりして。やっぱり新しい国づくりをしている姿を自分の目で見てみたいと。新聞やラジオや何かのでなくてね、直接自分で体験してみたいと、こういう希望が強かったわけです。でこれが偶然叶えられましてね、上海港にノルウェーの貨物船が、横浜、上海、シンガポールをずっと経由していたわけです。で横浜港からちょうどその船に乗って上海港に到達した、こういうわけですね。1963年の9月です。9月23日だったと思いますがね、中に衣服や何か自分の生活用品を詰めて、そして船でやってきたわけです。ちょうどこう、その時に、迎えに来てくれた人が中日友好協会の会員だって、最後に、中国の外務大臣になった東華泉さん、あの人が日本語がやっぱり北京大学でできるもんですから、通訳を借りてちょうど港に迎えに来ていてくれたわけです。そんな思い出があります。ところが時にやってきたらばちょうどいいんで、日本向けのね、アナウンスをしてもらいたいと。日本で生まれ育って日本語で、生活してきた、こういう人材が一番必要なんだ。外国語を習ってアナウンスをするのはやっぱりなんとなくね動きないと。生粋の日本人で、こういう人にアナウンスしてもらったら日本の皆さんもね喜ぶでしょう。ぜひお願いします。まあこんな事情でねアナウンスをすることになったわけです。うちの若い人たち、その他放送に使うはね言葉について、いろいろね指導したり注意したりしてもらいたいという、まあそういう要請もありましたしね。でまあ自分の分かるところ、このね、発音はこういうふうに発音するんだよ、腹式呼吸で胸の呼吸じゃないんだよって、あーっていうね、この練習だとかね、口の開け方、ああいうように母音のね、練習だとか、こういうことについて言うようにしましたね。でもうかれこれあれですね、40年近く結局アナウンスをして、そして北京放送で退職をして、今国家の方でもっていろいろね生活を保護を将来のあれを受けていますから、ここでもって余生をゆっくり、送っていると。まあこういう現状ですね、50年間ね。